じゃあ受付やっちゃおう。演算そうですね。着きました。どうぞ、こちらどうぞ。じゃあ、ご飯よそり係お願いします。はい、2名様どうぞ。はい、2名様どうぞ。はい、お味噌汁、お味噌汁、音がついでこうか。はい、では2名様、はい、いただきます。ハンバーグ、ドレッシング、すいません、うん、私かけて、容器柔らかいのでお気をつけください。はい、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、お待たせしました。お疲れ様でした。ここは炭酸層の何の、ここはテラス、室内テラス。先ほどですね、食事が終わって、まあ、美味しかったです。でとっとと出てきて、食後のデザート、チーズケーキ1個500円、高級ケーキ、コーヒーじゃなくてビール。おはようございます。6月10日朝4時22分ですね。こっちが槍ヶ岳のてっぺんは雲の中、この時間帯にですね、こうみんな来てるのも朝焼けモルゲンロートを見に来てるからですね。
かね、かかってますね。かなりね、風速強いみたいです。今日ね、おでんしょを通ってとか直通して常年行くつもりだったんですけど、ちょっと危ないよっていう忠告もあったんで今日はやめにします。残念ですけど、その代わりですね、まあ、その代わりというか昨日ちょっと食べる方と飲む方に走っちゃって行けなかったつば九郎岳ですね、行きたいと思います。暴風、今10メートル、風が半端じゃないんで途中で様子見ます。ちょっとだいぶ天気が良くないですね。ちょっと夏靴だと不安な箇所がいつかあるっていうんで、アイゼン持ってこなかったですけど、どうだろう。まあ確かに上に何人か立ってんの見えんだけどね。いや今年は撤退。黒い雲が、光が当たってとかピカピカ光ってるんだけど、やだな。まあ無理することないんで、また来月でも行きましょう。ちょうどイルカ岩があるんで写真撮って帰ろうと思います。いや、あれあれがね、横から正面から来るんで撤退です。荷物下ろして降りる準備しよう。じゃあ7時8分、天気がですね好転をしてきてるんですけど、こっちは裏銀座の方、まあ、穂高の方からですね、黒い雲どんどん流れてきてるんで、ちょっとこれで今日は降りたいと思います。円山荘から5、6分下ってきました。あっちがつば九郎ね。お荷物背負ってる理由は、あそこを縦走してですね、お天正から常念に、向かう予定でしたが、ちょっと天候がということで、これはまた来月再来月に持ち越しということで、今日はスパッと降りたいと思います。じゃあ気をつけて帰りましょう。はいはい、どうも。いや、はい、登山口が見えてきました。今日はね、土曜日ですね。
10日か、来る途中にかなりの人と、つまり上りの人とすれ違ったんですけど、ね、10時39分はい、登山口に戻ってきました。約ですね、下りの時間、円山荘からここまでは3時間半ですね、3時間30分で、戻ってきました。本来ですね、ここに降りるわけじゃなかったんで、帰りの足をどうしようかなと思ってるんですね。車は穂高の方止めてあったんで、タクシーがいればいいんだけど。お疲れ様でした。